旧安田庭園新寺地球。安田庭園は、東京都墨田区に所在する、潮入り海遊式庭園として整備された、大名庭園である。小島の浮かぶ新寺池を老樹と散策路が囲む構成。雪見道路が配置され、池には濃い、亀が遊ぶ。人工的に水位の緩慢が再現されている。江戸時代においては、本城松平市の下屋敷。元禄年間に、 本城宗助により、大名庭園として築造された。安政年間に隅田川の水を引いた、潮入り海遊庭園として整備された。明治に入り、旧岡山藩主池田小生の邸宅となる。明治33年、安田財閥の祖である、安田善次郎が購入。大正11年、 彼の意思に基づいて東京市に寄贈されたが、翌大正12年の関東大震災によりほとんど旧体を失った。東京市が復元を行い、昭和2年市民の庭園として開園。昭和42年、東京都から墨田区に移管され、現在は墨田区が管理する。かつては墨田川の水を取り入れ、墨田川の看板を利用し、 長めの変化を鑑賞する庭園であった。なお、このような潮入りの池を持つ庭園として、他に、はまり吸音指定園、急縛り吸音指定園がある。隅田川の汚染がそのに及ぶようになったため、直接の接続は停止されている。現在は、その北側の地下貯水槽を利用し、ポンプにて人工的に塩入りが再現されている。ありがとうございます。